バイビーコーナー。まさしく5人はイオダーズの沢祖部光がゲーム実況内では語らない日常生活の中で起きた好きなこと、嫌いなこと、嬉しかったこと、怒ったことをゲーム実況動画の最後で語るコーナーである。この動画は沢祖部光が好き勝手喋ったことの中からジャンルごとにまとめた2020年バイビーコーナー総集編である。はい、バイビーコーナーです。この間ね、胃腸炎ってやつになりましてね、非常に大変だったんですけども、まあもう慣れました。でね、胃腸炎になるととにかく腹が減らない腹が減らないんですよ。まあずっと下しててね、元気ないんで当然ちゃ当然なんですけども、もうね3日4日全く腹減らなかったっすね。ほんと大変でした。その間でも栄養は取んなきゃいけないと思ってたんで、ウイダインゼリー的なものとね、ポカリを、摂取しながら生きてまいりました。ご飯がね、食べれるようになるのは本当に嬉しいことです。はい、というわけでまたね、バイ。はい、バービーコーナーです。もうね、一言言いたい。ポカリすげえっていう話ね。胃腸炎になったって話はね、前にしたんですけども、体のこの電解質が狂ってる時に飲むポカリは本当もうね、エリクサーですね。僕に MP があるかどうかわからないですよ。僕に MP があるかどうかわからないですけれども、少なからず HP が回復していく感じがある実感はありましたね。ライブとか見に行った時に飲むポカリのうまさとかね、フェスとか夏の、外でこう汗をいっぱいかいた時に飲むポカリを想像していただければわかると思うんですけれども、ポカリ最強っていう話。何の話？はい、またね、バイビー。はい、バイビーコーナーです。口内炎の話なんですけど、口内炎ね、なる人いると思うんですけどね。口内炎になりやすい人っていると思うんですよ。もうまさに僕がそうなんですけど。なんだ、ご飯とか食べてて間違ってこう、歯ぐきっていうこの、皮膚、口の中噛んじゃうみたいなのあるじゃないですか。ガチって。唇の裏側とかさ。噛んじゃう時あるじゃないですか。で、皆さん今聞いてらっしゃる方、その後どうなります？で、僕はね、それ必ず口内炎になるんですよ。これね、理解できない人には理解できないと思うんですけど、理解できる人には理解できると思うんですよ。なんだそれ。要するに、かじってしまったところが口内炎になっちゃうんですね。で、それも原因ははっきりしていて、口の中の細菌が、その噛んでしまったところに入っていって、結果的に口内炎になってしまうんですね。で、口の中の、バイ菌の量って、もう人によっても、大人になっちゃうと決まるらしく、もうこれどんなに頑張っても減らない。で、虫歯になりやすい人は虫歯になるし、虫歯になりにくい人はなりにくいのと一緒で、だからもう僕はもうこのね、ずっと間違って噛んだら必ず、その口内炎になるという苦しみを、もう僕も味わい続けていたわけですよ。このもう負の連鎖の中で俺は生きるしかないという中、生きてきてもう一生涯この苦しみを味わい、そこまでひどくはないですけど。そんな大変なことじゃないですけどね、かじることそうそうないんで。って思ってたんですけど、解決策がある。これ必聴。皆さん、これで苦しんでる方、大丈夫です。もし噛んでしまったら、リステリンをしてください。これだけ。本当にそうで、ガジって噛んじゃったら、もうすぐリステリンして。で、歯磨きとかするときもちゃんとリステリン。うん。で、出先とかね、職場とか、あるいは学校とかで、ね、外で歯磨けないかもしれないですけど、リステリンってちっちゃいやつ売ってるんで、それも食事の、たびにね、豆にする。するとなんないの。なんないの。なんないんですよ。実証済み。僕も最近間違って噛んだ時に、ああ、噛んじまったって思ったら、もうリステリンして、歯磨き。で、お昼も、普段仕事してるんですけど、まあ、歯ブラシは持っていけないんで、お昼ご飯食べた後にリステリン。うん。なんかちょっとね、甘いもん食べたとか、おやつでね、そういう時も食べ終わったらリステリン。口内炎になんないの。試して。またね、バイビー。はい、バイビーコーナーです。皆さん、筋膜リリースってご存知？
僕も最近知ったんですけど、その筋膜リリースってすごい言葉ですよね。まあ、よくわかってないんですけど、僕も。その体に筋膜というものがあるらしく、それをリリースする。まあ、要は解放するみたいな意味らしいんですよ。まあ、簡単に言えば、まあ、凝り固まった、体をほぐそうみたいな。まあ、なんだろうね。おしゃれなヨガみたいな感じよくわかんない。で、その筋膜リリースってなんつったらいいのかな、あの、鬼が持っている金棒をゴムで作ったみたいな、でっかいそのローラーを、まあ、体にグリッグリやりながら、体をほぐしていくっていう、やつなんですけど、で、最近その、まあ、体がね、非常に僕も肩こりがひどいんで、やべえなと思ってるんですけど、まあ、運動すればいいんですけど、運動もめんどくせえと。で、ストレッチとかでもなかなかね、ストレッチでもこう伸びきんないですよね、肩こりとかね。で、それで、もう思ってたところで、その筋膜リリースなるものがあるらしいという情報をキャッチしまして、で最近その筋膜リリースってのやってるんですけど、めちゃくちゃ効く。めちゃくちゃ効く。ほんとね、まあ、YouTube とかで筋膜リリースって検索してください。めっちゃ出てきますから。その筋膜リリース、まあ、要はヨガみたいなもんなんで、その筋膜リリースというものにも、また肩こりに効く、やり方とかね。うん。足をほぐすとか、あもうなんならくびれを作るとか、なんかそんなのもいろいろあるらしくて、で僕も肩が凝るんで、その肩こりに効く筋膜リリースをやってるんですけど、いやめちゃくちゃ効くんでね、まあなかなかねこの自粛でね、普段その運動をやってらっしゃる方がなかなかできなくて体が鈍ってるなとかね、あと家にずっとこのテレワークしてらっしゃる方とかもね、やっぱりなかなか体がなまってくると思うので。まあ、結構いい運動じゃないけど結構体に効くんでね。まあ、ぜひちょっと興味ある方やってみてちょっていう話。またね、バイビー。バイバイコーナーです。肩こり解消の新たなアプローチっていうね。すげえテーマなんだけど。肩こりする方で、割とこうね、肩こりする方で、その肩こり解消法でよく有名なのは肩甲骨、剥がしっていうんですかね。こう肩甲骨のところにこう指をこうグリグリっと入れて、その中のコリをこうほぐすみたいなやつあるじゃないですか。マッサージ屋さんとかに行ったりね。まあ、知り合いにやってもらうみたいなやつがあると思うんですけど、さらにその先のアプローチ発見したんですよ。で、なんかで見たんですけど、まあ、意外と肩こりっていうの、肩甲骨周りとか肩だけじゃなくてですね、この、なんせこう、腕と肩甲骨の付け根っていうんですかね、脇腹のところにこう骨あるじゃないですか、肩の骨。その辺の筋肉であったりとか、あと二の腕ら辺。これ肩凝ってる方ですね、この辺をこう触ってほしいんですけど、結構グリグリっとこう圧をかけるとですね、効くんですね。っていうのを知ってですね、最近その結構暇な時、あ、肩凝ったな、みたいな時で、こう、ちょっと、なんだろうね、ちょっとほぐしたいな時に僕こう割とね、こう、だからその辺の筋肉、まあ、肩もこう、手でね、自分で触ったり、こう、ほぐしたりするんですけど、その脇腹のあたりの、その、肩の骨との付け根あたりであるとか、その、二の腕あたりをこう、ほぐすんですけど、結構効きましてね、スッとこう、なんだろう、肩こりが、ちょっと、和らぐんですよ。はい、なのでね、ぜひこの、肩こり解消の新たなアプローチ、肩こりが気になる方は、試してみてください。またね、バイビー！アベルコーナーです。怒られることに過敏になってるっていう話なんですけど。いや、もうこれ、年ですね。もう、ある程度、こう、年を重ねた方々と、わかると思うんですけど、なんかこう、怒られることにすごく過敏に最近なってるなと思っていて、絶対これ怒られるじゃんっていうことを、なんかこう、先送りにしたりであるとか、なるべく怒られないようなアプローチを取ったりしている自分が最近いて、で意外とその学生時代、まあ僕はスポーツをやっていたんですけど、そう、こんなに、まあ怒られるのは当然嫌でしたけど、こんなに過敏に怒られることに対して、なんかこう、思ってなかったような気がするんですよね。なんか、大人になって、なんか変なプライドがついたんでしょうね。余計な、いらぬ、大した実力もないのに、わけのわからないプライドが邪魔をして、その怒られることに非常に過敏になってるなっていうのを思いましてね。なんか、怒られることに過敏になっていることの代償っていうのは、まず対応が遅れますよね。なんか、問題を先送りにしたりであるとか、その怒られることが嫌だから、その怒られなさそうな人に一回経由して相談したりであるとか。
や、そうじゃないと。本質的にはもう怒られててもいいから、その問題を解決すべきであるのに。で、あるいはその、怒られることによってね、逆にこう、なんだろう、こう骨身に染みて、自分の成長につながるみたいなのもあると思うんですけど、それをね、なんかこう、避けているみたいなところがあってね、嫌だなっていう、そういうなんか、嫌な年の取り方をしてきたなと思いましてね、こう、素直に生きていきたい。またね、バイビー。